はいどうもソータタタソータタタソータタタ、今回はね YouTuber というものをテーマでイラストを募集したんですけど、あるグループがねやっぱり多いですね。しかも僕もめちゃくちゃいじられるしね。はい、まずこの人ですね。この人ね、知らない人の方が逆に少ないと思うんですけど、 YouTuber のえっちゃんですね。とか言って僕 YouTuber の動画ほとんど見ないので、えっちゃんのことほとんど知らないんですよね。本当に僕 YouTuber なんですかね。はい、そしてこちらね、素敵なキズナアイちゃんのイラストを描いてくれました。ありがとうございます。ちなみにね、今ここに4人のキズナアイちゃんのポーズが映ってるんですけど、この中で僕が一番好きなポーズはこのうへーいみたいなやつですね。はい、そして皆さんね、こちらもねキズナアイちゃんのイラストなんですけども、こちらもねなかなかすごいです。なんとこれね切り絵なんですよ。切り絵ってなんだ。僕小学校の時間に版画をやったことはあるんですけど、多分ねそれに近い感じなんですかね。うん、多分近いですね。いや多いな。いや我々だがね人気なのは知ってるんですけど、いやそれにしても多いな。これなんかもう背景が綺麗すぎてクリスマスのイルミネーションかと思いました。はい、そしてこちらジェル君ですね。いやうまいですね。あ、最近誕生日だったんですかね。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、そしてこちらですね。右のリーヌ君はわかるんですけど、左また新しいの来ましたね。リーヌ君も何気にキャラ多いですよね。はい、そしてこちらね、裏たぬきさんですね。なんかねこれ絶対道頓堀のゆるキャラとかになれば流行りそう。いやマフクも人気ですね。あ、しかもこれタピオカ飲んでるんですかね。まあ最近はねタピオカ JK なんていうのも流行ってますからね。まあね、そういうのを聞くとね、大抵お母さんはね、最近の若いのは何でも流行に乗りたがってとか言いますからね。はい、そしてこちらね、ようやく僕のイラストを描いてくれたと思ったらね、めちゃくちゃ舐められてますね。まず向きが縦ですよ。しかも思いっきり広告ついてるし。はい、そしてね今回一番の問題はこちらなんですけども、これひどくない？いやまずね、ここにブロッコリーって書いてるじゃないですか。だとするとこのパプリカが頭につけられてる右の写真みたいに、こっちもねブロッコリーが頭につけられると思うじゃないですか。ところがただ顔面緑になっただけですよ。はい、この件についてね裁判をしたいので、次は法廷でお会いしましょう。